数は2分2秒64です。1928年に日本人女子初のオリンピックメダルを獲得したのがこの 800m。 注目は4レーンの塩見綾乃、京都。昨年の鹿児島国体優勝者で、7月に日本歴代5位となる2分1秒93をマークし、大会記録更新に期待があります。6レーンは渡辺愛、大阪。日本インカレで 800m と 1500m の2種目で優勝。日本選手権では3位。5レーン江藤咲、大分は日本インカレ3位。8レーン西田由里、滋賀は日本インカレ2位と、実力者が5人出場するセーリング女子 800m 決勝、まもなくスタートです。いい
西田優里、滋賀、2分